ミランダデ・エブロ、ミランダデ・エブロは、スペインカスティーリアイレオン州ブルゴス県のムニシピオ、基礎自治体、ブルゴス県北東部にあり、ラリオハ州、バスク州、アラバ県との県境に位置する。経済において、産業性の特質を持つことで有名で、鉄道ジャンクションのような重要な輸送ハブとなっている。化学工業が最も重要な分野である。市から内に、 ビルバオ、ブルゴス、ログローニョ、ビトリアイコール、ガステースといった大都市がある。2015年の人口は36,173人であり、県とブルゴスに次いで県第2位の人口を抱えている。ミランダでエブロはブルゴス県の北東に位置し、県とブルゴスから 80km 離れている。自治体はエブロ側によって2つの区に分かれている。アケンデ区は 旧市街で、新市街は、アリエンデという。一帯に、最初の定住地が現れたのは、鉄器時代からである。ミランダでエブロから、わずか3キロメートルのところに、ローマ時代のアルセ遺跡があり、最近の研究によれば、ローマ都市レオブリガが建設された。近隣の自治体、カブリアナとプエンテラーラには別のローマ遺跡がある。歴史上初めて、 ミランダでエブロの名が登場するのは、757年に、アストゥリアス王アルフォンソ一世が言ったと記載された、有名な遠征を記した、である。この逸話は、ミランダムという原住民を打ち破ったと、議論されている。ナバーラ王三著四世の暗殺後、ビスカヤ、アラバ、ラリオハと王家は、カスティーリオ王アルフォンソ六世を、レオン王として承認した。それによって、 ミランダでエブロは1076年にカスティーリア領となった。力を強固にしたアルフォンソ6世はミランダでエブロにフェロ、特権の一つを授けた。1254年、アルフォンソ10世は5月祭の許可をし、商業権を強化した。1332年、アルフォンソ11世は3月祭の許可をした。エブロ側に架かる橋の所有は10世紀以来のもので、 フェロの授与と同時であった。これが古くから、ミランダでエブロが軍内での大商業中心地となし得た理由であった。14世紀から15世紀、ペドロ一世と、ョアにエンリケでトラスタマラ、後、エンリケ二世の対立の後、ミランダの所有権は次々と変わり、最初は、ブルゴスの所有、そしてエルマンダーであらば、次に1493年に再度ブルゴス領となり、 そのまま現在に至った。1862年に鉄道が敷かれると、自治体で産業革命が始まった。マドリードからイルン、カステホン、ビルバオへ至る路線のジャンクションは、ミランダでエブロ駅にあり、北スペインの最重要鉄道ジャンクションとなっている。1907年、アルフォンソ13世は、ミランダでエブロを死とした。スペイン内戦時代、 自治体は、親フランコ派の強制収容所を委ねられ、これは1947年まで使用された。スペイン人、外国人両方で6万5000人以上の囚人が収容されていた。1999年、ミランダでエブロで、スペイン王女クリスティーナとその夫であるイニャーキ、ウルガンガディン出席の下で、フェロジュヨ900年記念行事を行った。 第一次産業は消滅の過程にある。穀物生産が地域の主要活動であるにもかかわらずである。その他、考え農業、葡萄栽培のようなものは重要度が劣る。過去には16世紀以来の3月と5月の祭りでわかるように牛と馬が非常に重要であった。工業も行われる。思考外で石灰岩の採掘が行われている。第二次産業は バスク州を呼びられヨハ州と隣接する優れた地理条件のため発展した。ミランダデイブロは強力な工業とロジスティックの特性を持つ都市となっていったのである。市の産業革命は1862年に鉄道が敷かれて以来始まった。20世紀前半、製糖業が非最大の工業だった1925年。後、1948年に 製紙業のフェフォッサが創業を開始した。20世紀半ばには、モンテフィブレ、エルフアトケム、レストスなど多くの化学工場が拡散していった。サンタマリアでハローや原子力発電所が、近郊にある。1969年、最初の工業団地である、バイアス工業団地が構想されたが、1981年まで、多様なビジネスは導入されなかった。 1981年には、市の多くの産業、経済発展のための計画が始まった。一体では、他の会社は、食品加工、航空学、鉄鋼生産に従事している。サービス分野は、ヨーロッパ諸国同様活発である。伝統的な商業は、ビジネストレジャーのため新たな企画を生み出した。イールクレール、インディテックス、エロスキ。 メルカドーナといった大会社が自治体へ移ってきた。当時商業センターが何も存在していなかった。そして、ミランダの商業は、近郊のビトリアから起きた、競争のためひどく痛めつけられた。スペイン国立統計局による2015年の統計によれば、ミランダデーブロの人口は36,173人であった。1990年代に徐々に人口が減少した、後。 住宅価格の安さから、隣のアラバ県から一部の住民が年々集まってきた。しかし、移入移民の数も増加している。全体の10.8%。国道、高速道路、自動車専用道路が、周囲の重要都市とミランダでエブロをつないでいる。新たな自動車専用道路と高速道路が、ミランダでエブロを、出発点として建設される計画がある。 まずは A-68 号線、別名オートビアデルイーブロアウトビアデルエブロが、エブロ川谷を通過て、アラゴン州とミランダでエブロをつなぐ予定であり、次に AP-69 号線、別名ウトピースタ・ドスメアーズ・アウトピスタ・ドスマーレスが、メリンダーデスを通過して、カンタブリア州エ岸ガンとミンダでエブロをつなぐ予定である。マドリードイコールイルンセント、 カステホンイコールビルバオ線の2本の鉄道路線がミランダデ・エブロで合流し、当初から鉄道駅が建設された。ミランダデ・エブロの鉄道施設には、スペイン北部全域の交通管理のためにアディフの指令センターが設置されている。祝祭と行事は年間を通して多くミランダデ・エブロで祝われている。その年最初の行事は3月祭とも天使祭とも言われる。 発祥は14世紀に遡る3月1日を祝う祭りである。牛と農業器具の祭りの一面がある。5月最初の週末は13世紀発祥という5月祭である。加えて中世の史上が開かれる。ミランダでエブロでの最大の祭りはサンフアンデルモンテ祭り、フィスタスでサンホアデルモンテ山の聖アン祭という。 聖霊降臨祭の月曜日を祝うものである。この祭りは現在におけるスペイン北部の大きなロメリーや巡礼の一つとみなされる先祖伝来のものである。9月1日は死の鏡であるアルタミラの聖母の日とされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。